れてきたのよ。あ、もうこの位置かな。そう、もうこのでっ、実家にいます。はい私の実家に、神戸に来てます。じゃあ見て。うん、これすごい傷だね。これすごいやろ。穴開いてんのこれ。そう、穴開いてんねん。うわ、この洋服ダンス、これ、うん、大きいやつ2つあるやろ。うん、これがはい阪神淡路大震災の時の傷やねこれ。ああ、そうなんだ。そう、でこれすごい話があってね、うん、あの当時私小学5年生やってんけど、うん、ここでお父さんお母さん私寝ててやんか、うん、3人でね。でお兄ちゃんは別の部屋に寝てて、でいきなり夜中、まあ、朝方にブワーって揺れて、うん、そしたらこれが倒れてきたのよ。あ、もうこの位置から。そう、もうこのでっかいのが死ぬやん。え、これ前にやった。そう、前にバーンって倒れてきてん。で、でかいぞ。めちゃくちゃ重い。昔のこのさ、引きで撮ると分かるけどだいぶでかいですよ。そう、奥行きもすごい、まあ、昔ながらのさ、うん、嫁入り道具みたいなさ、うん、そういうタンスやからな。でお父さんは受け止めたんやけど、うん、私とお母さんそんな無理やねんけどな。これさ、観音開きやんか、分かって奇跡的に開いて、お母さんと私スポンって入ってん。あ、ここに。そう、え、なになになにってなって、んで、もう小学5年生やからさ、何が起こったか分からへんやんか。もうほんまに、ほんとになんかゴジラかなんかが攻めてきたぐらいの感じで、え、なにってなって、ほんでパニックも、その何、タンスの中に閉じ込められたからさ、んでお父さんがこうやって起こして、まあ救助してもらってんけど、うん、パッと見たら頭の上にあった目覚ましがぐちゃって、うわ、もうほんま真っ二つぐらいぐちゃってなってて、ちょっとずれてたらと思ったって、すごくない。うん、怖っ。その時の傷、その時、そうそう、もうここらへんぐちゃぐちゃになったから、どういう感じでついたんかわからんけど、何かがタンスの上にさらにドカーンってなったのかな。なったんかな。横やもんね。もう覚えてへんけど、そんな地震が来るなんて思ってへんからさ、これなんか対策も何もしてへんくて、足元にこんなタンスがあるところでもう平気で寝てたからな。今はもうここでは寝てへんらしいけど。で、もうお兄ちゃんも別室にいたけど、お兄ちゃんの部屋のあのドアが歪んじゃって、開かなくなったんだ。そう、出れないってなって、玄関出て格子があんねやんか、うん、その格子をネジで外して、お兄ちゃん外からこう救出されて、ほんで、うん、当時飼ってたインコがいてんけど、うん、インコのカゴを持って1月やからめっちゃ寒かったんやけど、うん、公園にみんなで出て、みんなで避難したら、もうなんかすごい頭が血出てるおばさんとかがブワーっていたり、うん、あとなんか民家とかが燃えてたりして、うんうん、なんか今でもすごい覚えてないけど、うん、かなり衝撃の映像、公園にわらわらみんな集まってきてる、うん、で一夜明けて家帰ったら、もう食器棚も全部倒れてガラスだらけで、靴のまま入って、で私は当時大事にしてたさ、人形があんねんけどさ、うん、それがもう向こうの部屋のピアノの上にあってさ、うん、でも寂しいからどうしてもそれを取ってきてほしい。怖かったもんな。そうそうだよな。でお父さんにお願いして、でピアノもう全部倒れてるから、うん、めっちゃ危ないねんけど、それだけちょっと持ってきてもらって、でずっとギュって抱いて何日間ぐらいそれ過ごしたの。何日間やったかな、お母さん。なんかさ、震災でさ、もう親戚とかもうちんちの一部屋が唯一無事やったやんか、うん、でそこで10人ぐらい一部屋で寝てて、うん、みんなで川の字になって、はい、ねえ、これ閉じ込められたな。閉じ込められたね、うん、お父さんが開けてやったってことか。そうそう、さっき真ん中やった。はあ、私端や。でお母さん真ん中で、そう、うん、2人でな。そうそう、2人閉じ込められて。そうそうそう。なんか防虫
剤の匂いが覚えてる。ママママ、ただお父さんいなかったらあげてもらう。お兄ちゃんもな、お兄ちゃんもね、閉じ込められたもんね。ほんでしばらくはここでみんな生活してて、で近くに公園あんねんけど、なんか自衛隊の人とかが救援物資とかいっぱい毎日運んでくれるから、うんうん、私がなんかもうトイレの水とかも流せへんからさ、公園に汲みに行ったりしなあかんくて、うん、おじいちゃんの車椅子に空のこういうでっかいタンクを積んで、うん、でこうやって車椅子で運んでた。はあ、そう、水汲みで半日かかったの。へえ、あとね、救援物資が嫌にイカスミパンばっかりやって、そう、なんでこんな攻めたパンばっかりなんやろっていうのが覚えてる。お風呂もね、なんか自衛隊の人がお風呂を沸かしてくれた、か簡易な仮設お風呂みたいな、テントの、そうそう、テントのテントの風呂、そう、もう水出えへんからなんかタンクかなんかで、でっかいお風呂を作ってくれて、あそこにテント張って、そう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 、順番で、そうそうそう、どうぞって入れるようにしたり、今は売ってるか知らんけど水のいらないシャンプーっていうのが大活躍してて、今お風呂全然入れへんか、もうベッタベタやねんか、うん、冬場といえ、なんか何の効果があるか分からんけど、水のいらないシャンプーをな、みんなこうやってシュッシュッてして匂いを取るんかな。どれくらいのさ、あの期間でさ、元の生活に戻れた？どれぐらいやろ、ガスが来たんが3月の末、2ヶ月後、うん、ガスは危ないからね、すごい点検が長かった、電気は割り替えた、あ電気はそこら辺つないでくれた、あ、うん、それでも2ヶ月後、2ヶ月、うん、元に戻る、戻る、水、水早かった？早くはないけど、水も耐えられたね、1ヶ月ぐらいか、1ヶ月はかかったじゃん。水がない生活ってすごい、もうなんかトイレ流せんってな、お風呂落とすの怖いね、今でも、あ、水張ってるんでしょ、うん、本当はね汚いと思うけど、 お風呂のお水を、はい、最悪トイレだけでも流せるでしょう、はいはいはい、そうそう、バケツにやってね、トイレに入れたら流せるから、うん、お風呂を全部一日でやってきれいにしとくって言って、なんか不安に、あ、水をすぐ抜くのが、うん、汚くてもとりあえずもう流せるっていうのがあるから、まあ、あれに一回食べようとどんだけ運んだかね、ねえ、もう死に物狂いよね、すごいなと思った、蛇口からお水が出るって、ねえ、アフリカとかね、本当にお水を汲みに行って一日で教育なんかできるの分かるんだけど、あ、ほんま、それだけで、そう、水、電気、ガスあってこその文明、人類の生活よ、うん、ほんま、前あれ買ったもんね、あの電気止まった時にすっごいでっかい電気をこう貯めとけるやつと、うん、あとソーラーパネル買った、あ、あ、太陽で、そう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 、ガスもあのカセットコンロがやっぱり水やね、違う、水やな、カセットコンロがまだあったから、うん、あ、そう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 、カセットコンロでガスはなんかやった、うん、支給してくれる、そう、ラーメンでもな、うん、作れるけど、お風呂をガスで沸かすとこはまたそれまた困ってるねと思って、あ、これなんでこんなんなったんだ、そう、なんか当たったんだよね、なんかタンスどうかがなんかしたかな、なんか結構そのバタッと倒れるっていうのも本当転がるように下からのあれやったから、それなんか可動かなんか当たって破れたんだよね、うんうんうん、そう、突き上げるようでね、ドーンって、うん、ちょな、な、何タイプっていうのかな、直下型、うん、こういうじゃなくて一回ドーンってなって、うん、グワーやから、そう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 、もうテレビ飛んだり、あ、じゃあレンジか、おばあちゃんレンジが何メートルか飛んだりしたもん、うん、だって2階建てのうちの2階が飛んでるんやから、あ、2階部分が、うん、そうそうそう、2階部分、道のところに転がっても何回も見た、うわ、だから本当にボンって縦揺れて、縦揺れてボンって感じかな、電信柱は全部両方、ああね、こう電信柱もこう倒れて、だってようなん有名なあの高速道路がこうなってる、大震災のね、うん、あのバスがギリギリ、あ、そうそう、バスがな、うん、朝の何時や、6時、あ、朝5時46分、5時46分、うん、で東北が2時46分だし、ああ、46分、うん、いつどこ起こるっていうのもね、そうだから嫌なのよ、関東もな、怖いからね、うん、
そう、皆さん防災、防災ですよ、本当。防災してもなって感じやけど、うん。あ、ねえ、なんか呼びかけが早くなったね。そのテレビでさ、強くこう逃げてくださいってもうはっきり言うようになったなって思った、最近。津波とかもさ、いろんな ね、うん、体験して。でもなかなかこう晴れてたりとかしたらこう気持ちってね、そう、ね、だからな、正常性バイパスってちょっと合ってるかわかんない、そういう心理が働いちゃうねんって。自分は大丈夫だろうって思っちゃうねんって。なんか人間ってそう思うようにできてるらしいねんけど、それは全く当てにならへんから、そう思っても、でも逃げろって言われた瞬間もう逃げなさいって、あの地震の専門家の人言ってた。小学校が時に、一般安置所学校。あ、そう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 。うん、小学校が一般安置所になってね。うん、どこやったかな、理科室やったかな、なんか並んでたの覚えてる。友達も亡くなった。亡くなった。先生も亡くなったし、ね、同級生が、亡くなったの。どうも。あれ？ということで、ちょっとなんか久しぶり帰ってきて傷を見たら思い出したので喋りました、はい、気をつけましょう、みんな。気をつけてもね、どこまで気をつけれるか分からんけど、その普段のことで防げることたくさんあると思うんで、うんうん、生き延びましょう。